はい、皆さんおはようございます。趣味ニュースのシュです。今回は2021年度の宮城県の問題となってます。今回も掃除の問題という形で、中学、まあ高校受験というのは平面図形が得点源になります。なので皆さんも一緒に頑張っていきましょう。はい、そういう形で今回の問題を出します。どうぞ。それじゃあやっていきましょう。はじめなんですけど、直角で平行平行という形で、あと長さ一緒ですね。で、このところが長方形ということが分かって、2センチでここも2センチだということが分かります。そしたら、今回どういうふうに解いていくかというところなんですけど、まあ、この EC の長さを求めたいですね。EC の長さ。で、どういうふうに求めていくかというところなんですけど、まあ、直角と直角と、あと角度共通から、はい、相似だというところが分かるんですね。どこが相似だって言ったら、ここの三角形ですね。ここの三角形と、ここの三角形が相似の関係だということが分かります。で、あと、ここの長さを求めたら、比例、長さを求めれるんですけど、三平方定理で、3と2、まあ、ここ2なんですね。なので、3と2ということから、三平方定理で求めることができます。AC の2乗は2の2乗足す3の2乗なので、これを計算したら13と。ただ AC はしたら、はい、ルート13です。で、マイナス13は長さはないので、これが正解なので、ここの長さがルート13センチということが分かりましたと。そしたら、今から比例やることができます。最初ここの三角形見たときに、斜辺がルート13と、まあ、ここの長さ。3ということが分かって、その次大きい三角形見ます。斜辺がないやつから、まあ、ここを、例えば、X としましょう。X 対、で、その次に、下のこの長いところが、ルート13、対応しているということが分かります。だからこれを計算すると、3X は、はい、13ということが分かって、X は、はい、3分の13センチということが分かります。なので、ここが、はい、3分の13。ただ ED の長さも求めることができますと、3分の13引く3やればいいので、3分の13引く、あ、はい、3分の13引く9なので、はい、3分の4と分かります。なのでここは3分の4センチだということが分かりました。そしたらここの長さを求めることができます。でまあ中点なんで、中点というか長さ一緒の真ん中なので N しておきましょうか。そしたら、ここの EFM が分かりますね。まあ、ここを Y としたときに、またここの三角形と、ここの三角形が相似の関係なんです。なぜかって言ったら、ここが同位角で、ここが長方形平行なので、今さっき間違えた。ここがまあ共通の角で平行平行ということから、はい、同位角、はい、同位角ですね。だからこの三角形と、ここの三角形が、はい、相似の関係だということが分かりました。なので、2センチ対ここ Y ですね。Y の長さは、4センチの長さと、はい、3分の13の長さと対応していると。これ計算したら、4Y は、はい、3分の 2×13。約分して2でこうなって、Y は、はい、6分の13センチということが分かります。なので、ここの長さが、6分の13センチだと。ただ、6分の13センチ分かってるんで、ここの長さっていうのは3センチなので、3から6分の13引けば、AF の長さが分かります。6分の5センチと出てきます。なので、はい、6分の5センチということが分かりました。ただその次なんですけど、ここの長さ、ここの三角形ですね、を見ていきます。直角直角の、はい、ここ、まあ、対頂角ということから、相似の三角形だということが出てきます。なので、長さ2の時に、2センチの時に、ここの長さですね。6分の5対
はい、3分の4の比の長さなんで、まあ、6倍したら、ここは5の長さ、6倍したら8の長さになります。ここを求めたいですね。ですけど、長さは変わらないので、まあ、Z にしときましょう。だから Z の長さ、対8っていう形になります。ただ、これを計算したいので、13Z は286、Z は、はい、13分の16センチっていうことが分かりました。なので、ここの長さが、16センチっていうことが分かります。そしたら、底辺かける高さ割る2すればいいということが分かります。他にも、まあ、全体の面積を求めてから、まあ、比で求めてもいいんですけど、まあ、こんな風にゴリゴリやってもいいでしょう。そしたら、13分の16かける3分の4。で、割る2なので、まあ、2分の1。底辺かける高さ割る2ですね。そうすると、約分。他に約分ができないから、これで、はい、答えが39分の32平方センチメートルが正解となります。はい、どうだったでしょうか。今回の問題なんですけど、まあ、相似っていうところでよく平面図形出てきます。で、相似は基本は比なんですよね。なので、比の計算ができたら、高校1年生の図形問題も結構解けます。まあ、作業というよりも、まあ、正直な話だと比なんで、すべては比につながっていくんで、まあ、比が攻略したら高校1年生まで全然大丈夫だと思うんで、しっかりと火をマスターしていきましょう。はい、そういう形で今回の問題が面白いと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さんの高評価やチャンネル登録がモチベーションになってます。これからも応援よろしくお願いいたします。それでは次の授業でまた明日やっていきます。はい、それではまた。バイバイ。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。今回の問題面白い、わかりやすかったグッドボタンをチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた。では。